死にたいと思ったらどうしたらよいですか朝昼晩と肉を食べましょう油多めよりは赤身多めで料理はどんなのでもいいですでも日韓の高いものがいいですね牛豚取何でもいいです牛の赤身豚ならヒレ肉鶏なら胸肉スイキもも肉でも構わない感じですサしの多い牛肉に比べたら鶏ももなんて大したあれじゃないです人間というのは普段忘れていますが 動物なんです。食べているものでかなり精神を左右されます。体がだるくなるものを多く食べると、心もだるくなってきます。砂糖が最たるものかなと思いますが、糖分が全部脳の栄養になっているなら問題ありません。肉だけで濃いなぁと思ったら、葉物野菜を茹でて食べましょう。肉を食べたら、歩きましょう。走ってもいいし、自転車でもいいです。水泳でも構いません。とにかく筋肉を動かし続ける。汗をかいて老廃物を出しましょう。 次の日筋肉痛になるくらい動かすとしばらくは精神的に高活動状態になります。陽気になる人もいる。それからお風呂にしっかり浸かりましょう。最初少し暑いなくらいで入って長めにぬるくなるまで入り続けましょう。間で水を飲みましょう。お茶とかジュースとかではなく水を飲みましょう。風呂に入ったら本もメディアも何も見ずに布団に入りましょう。考えごとはシンプルなものがいいです。素数数えるとか 2、かか、ら上数上げていくとか2、4、8、16ちなみに私は一定の周波数が流れる音楽とも言えない音を流し続けてそれに聞き入っています秋の虫の音でもいいです眠るのは9時間くらいかな間で起きてもすぐ寝ましょう食べる動く温める眠るをしっかり過ぎるほどやってみてください大体3ヶ月くらいで体ができてきます身体を整えてなお 死にたいと思うのであればこればこはある種の素質です死とは何かを考えてください答えはそうそう出るものではありません死んだら死とは何かが考えられませんしその間は死ぬことは不可です私もこの10年たびたびそういうことがありました自分で自分を癒すしか方法がないので大体は運動でやり過ごしましたつい先日も思い立って8時間ほど自転車で走りました足がパンパンです死んでしまってはしかし もう喜びもありません。死ぬのはいつかできます。誰でも死にます。今まで死んでない人は一人もいません。ならば、生き切ることが大事なんだと思うんです。でも悩むことが多いのも確かですね。あ、この人一生結婚できないだろうな、って思う人の特徴は何ですかある友人についてのお話をしたいと思います。その友人を、ここでは仮にケイトします。ケイをネタにするのは少々はばかられますが、 許してくれケイ、いや、ネタという表現をするから下品なのです。ナレッジ、または知恵、または事例とここでは言い表したいと思います。ケイは高校時代に知り合いました。彼はいたって真面目で、得意科目もどちらかというと理数系でした。外見はまさにこんな感じです。いたって普通の男子生徒、めちゃくちゃ男前、というわけではありませんが、顔の作りが良くないとかでは全くありません。 彼は好きなのであまり会話は自分からするタイプではありませんが、その外見と温和な性格で、常にいじられる存在であり、逆にいじられて初めて生きてくる、そんな感じの友人でした。彼とは帰り道が同じなので、よく一緒に帰っていました。彼は、チャリでドリフトする、という変わった特技を持っていました。その外見からは想像できない、ひょな一面と、独特な雰囲気で人を笑わせるテクニックを備えていたのです。しかし、 それが有効なのは、相手が男子の時だけでした。内気な彼は、その味を女子の前では表現できなかったのです。ある時、帰り道で彼は言いました。山内よ、俺は彼女が欲しい。どうしたんやけい。急に、お前にもそんな一面があったんか。え、俺を一体どう見ていたんや。いや別に、健康な男子で良いと思いますよ。 やろう。高校生活中に必ず実らせる。そう言うと彼は赤信号の歩道真ん中でチャリをドリフトさせ、車をギリギリで避けました。大阪では赤は、注意して渡れ。ですから、チャリは基本止まりません。あれから20年経ちました。彼はまだ彼女を作ったことがありません。彼曰く、出会いがない、というのです。確かにそれが原因かもしれません。大学は、彼は理数系に行きました。女性がいないことはないが、 人数が少ないと言っていました。しかもその女性が頭に迷彩のバンダナ巻いてブッツ履いてるんや、と彼は嘆いていました。社会人になりました。彼は機械系の会社に入りました。少なからず女性はいました。そしてその中の一人の女性に彼は告白をしたのです。彼曰く社内で一番可愛いと思った子だというのです。それを聞いたとき私は大いに驚きました。何お前。 ついに、思わず私は大きな声が出ました。そして、戦果は、あかんかった。いやいや。だとしても、初めての告白じゃないか。やったじゃないか。祝杯をあげよう。嬉しくなった私は、彼を飲み屋に連れて行きました。彼は仲杯一杯で潰れました。酒には弱いのでした。しかし私の経験からして、一度失恋を経験すれば吹っ切れて、次々と行動に起こせるので、 彼が相方を作る日は近いと半ば確信を得たのでした。それからというもの、あるごとに、私は彼からの協力要請に応えてきました。待ち込に行きたいから、お前も来てくれ。出会い系で良いサイトないか、知り合いでいい人いないか、彼のオファーにはことごとく応えてきました。友人として当然ではありませんか。しかし、すべて空振りました。この時から彼に不信を抱き始めました。これだけしているのに、できない方がおかしい、と。 ある時、彼は、キャンプに行こう、と誘ってきました。突然なので、一体どうしたんや、と聞くと、彼は急にキャンプに目覚めたというのです。やっぱ自然ハエで、とか適当なことを言いながら、では、来週、とか言って、連絡は途絶えました。その時12月でした。あいつ冬の寒さわかってるんかな私はとても心配になりました。そういえば以前も、ドライブに目覚めた、 とか言って鈴木の SWIFT 買ってましたが、もう運転しないので、今は親父が使ってるとか言ってました。とにかくいろんなことに、急に目覚めるようです。そして週末の土曜日、キャンプ当日、梅田のビッグマン前に集合しました。彼は15分遅れました。というか、そういえば今まで一度も時間通り来たことがないと、過去を改装して私は思いました。それに彼の荷物はガラガラ言っていました。え。 それ海外旅行とか行くのに使うやつちゃうんか。そうなん。カバン屋でキャンプに行くって言ったらこれ勧められたから買ったんよ。とにかくそこから阪急電車で妙見山に行き、そこからキャンプ場まで3キロ歩きました。途中が大変でした。ケイはジムに行ってるから、体力は大丈夫と事前に言っていました。しかし1キロほど歩いたところで、もうダメだ、と彼は倒れそうになりました。私は一瞬何が起こったかわかりませんでした。え。 まだ1キロやで、それにジム行ってるって言ってなかった、と聞くと、ジムは週1やねん、とケイは言います。それにメニューは1キロのランニングというのです。週1行って、1キロ走って、月額7000円、高くない、と聞くと、ケイはもう返事をしませんでした。まあそれからいろいろあって、詳細は省きますが、夜が一番大変でした。冬の山なので、夜はゼロ° c くらいです。当然私は、 荷物のほとんどは服でした。靴下、パッチ、セーター、すべて2枚履きです。ケイはといえば、荷物のほとんどはキャンプ用品でした。折りたたみノーノ、クッカー、折りたたみ椅子、アルミテーブル、アーミーナイフ。ケイは興味を持つと、一式買い揃える癖がありました。最初は必要最低限から始めて、徐々に改善していくのが私のやり方なので、そのことをケイに伝えると、いや、使うっしょ。 と、自信を持って言うのでした。確かにあれば便利ですが、最悪キャンプ場の事務所で借りれます。服の方が優先順位高いと思うんですが、案の定、予想は当たりました。夜も更けて、焚き火を消した瞬間、超寒いです。一晩中彼は叫んでいました。さ、寒い、冬の山がこんなに寒いとは、私は全く寝られませんでした。言葉の端々に言う、ゆるキャンではこんなこと言ってなかった。 というセリフが私は気になりました。問いただすと、どうやら今回のキャンプも、そのアニメに感化されていこうと思ったというのです。ぶん殴ってやろうかと思いました。テスト段階で俺を呼ぶな。私はケイに釘を刺しました。またある時は、ケイが有料の出会い系アプリを使うのを、私は隣で見ていました。彼は全く事態が進展しなくて悩んでいるというのです。私は出会い系サイトを使ったことがあるので、過去に彼に、 こういうのは自己紹介とか、文章をしっかり書いている人がいいと思う。人間性が出るところだから、と自分の意見を伝えていました。しかし今回彼がアプリを使うのを隣で見ていて、すぐに原因がわかりました。K は女性の、顔画像、だけをスキミングして、A パイルと B パイルに分けていました。OK。NG の選別。何より外見が重要なのだそうです。ここは人の意見が分かれると思います。そして自己紹介文に、 楽しくて優しい人が好きです。と、一行しか書かれていなくて、中身ゼロやん、と思う内容でも、可愛ければ彼的には OK だというのです。また、そういうアプリは基本月額課金です。そして退会しようとすると可愛い子から急にフォローされて、つい継続してしまうそうです。彼はしばらくしてアプリを解約しました。いいなぁ、と思ってしばらくやりとりをしていた相手が、中の人だと分かったからです。そしてまたある時は、 ついにケイは、し、お利用し始めました。大阪の森口市役所が主催する、森口コンパ、に出席するというのです。これを聞いて私は耳を疑いました。え、市役所ってそんなことすんのケイは得意顔でした。そう。通称森コンや、も、森コン、結果はまた連絡する。そういうと彼は森コンに備えてアップを始めました。1ヶ月後、連絡が来ました。参加者は合計6名だったそうです。 私は、どんだけ精鋭やねん、と言いかけましたが、こらえました。ケイはここでも、ダメだった、というのです。なんでもうち2名は中のヒティ、略、そしてこれはケイの性質なのですが、いつも何かうまくいかないと、原因を外部要因のせいにしました。参加者は偉い離れしていた。きっと何回も参加してるのだろう。 イケメンが揃っていた。俺は違うからカップルになれなかった。時間が短すぎる。そんな短時間でお互いの良さが分かるはずがない。そして私はある結論に達しました。経緯に相手ができないのは、継続、改善、自己への責任感。この三つがないからではないか。と、何より、彼から、彼女欲しい、というセリフを聞いてから20年経ちます。待ち込んでもアプリでも何でもそうでしたが、 一回目でいい思いをしなければ、ケイはすぐに辞めました。そして数年後、また手を出すのでした。なぜ目の前に座った女性がすぐに席を立つのか、それほど外見が良くない男性も付き合えているのに、なぜ俺にはいないのか、なぜいつも中の人に騙されるのか、得られた結果から分析することを、ケイはあまりしてこなかったそうです。とにかくすぐ結果が欲しい。そう願うほど、目的物はどんどん遠ざかります。急がば回れ。 昔の人は良いことを言いました。一回でやめず継続し、改善を重ねて REDRY を繰り返し、自分のコントロールできる範囲で最適な行動をとれば、それらしい結果が得られるようになると、私は思いますし、それを P に伝えたのでした。きっと伝わったと信じています。いかがでしょうか彼の人となりは伝わったでしょうか ?K の事例は、ここ級 u o r a でも、きっと他人にとっていい学習となるでしょう。 ケイは決して悪い人ではありません。いつもそこにいるだけで笑いが起きる、かけがえのない存在です。私の親友なのです。ちょっと青春が暴走しただけ、そう言い換えることもできるでしょう。ただし、20年間も暴走しっぱなしは、体にも毒でしょう。そんなケイから先日連絡が入りました。以下のような内容でした。彼女作りはもうしない。プロセスはすっ飛ばす。次は婚活だ。と、私は今後も協力を惜しまない所存です。